ゆうちゃんは1962年から2007年まで使用されていた郵便貯金のマスコット、シマリスの男の子をモチーフにしている。リスが好みを集めて蓄え、かつその一部は食べ残され発芽し、森を豊かにすることに貢献する習性が貯金による蓄え及び財政投融資により社会に福利を還元する郵便貯金の役割と近いことから、 リスをマスコットとすることが決定した。1962年11月、郵政小職員内の公募により、リスのマスコットが決定。翌1963年8月に、約10万通に及ぶ一般公募により、ユうちゃんと命名された。この際、アメリカやスウェーデンからリースが送られてくるなど大掛かりな催しが行われた。1990年5月に、 大幅なモデルチェンジ。新キャラクターデザインはサンリオに発注され、初期のデザインより大幅にデフォルメされたものとなった。この時、妹と両親のキャラクターも設定され、妹に関しては1990年8月に公募により、愛ちゃんと命名されたが、それ以外のキャラクターの名前は設定されなかった。1995年には、ゆうちゃん、愛ちゃんの祖父母も登場し、 長らく郵便局内の掲示物やノベルティなどで活躍した。講義のサンリオキャラクターと捉えることはできるが、元々のデザインが外部によるためか、サンリオピューロランドやハーモニーランドに出演したことは今に至るまで一切ない。2007年10月の郵政民営化により、郵便貯金の商品及びサービスは、郵貯銀行に事実上引き継がれたが、本キャラクターは、 ゆうちょ銀行に引き継がれることなく廃止された。2016年からゆうちょ銀行の広告に元木正弘を扮するゆうちゃんが登場しており、本校のゆうちゃんと名前が似ているが直接関連はない。ありがとうございます。